れた。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったら間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに。どうして軍玉閣にいるんだ。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユ。なるほどな。じゃあ、こんなにも距離が離れてるのに。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧はいっぱだからこそ、あの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争は、今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力。話し合ったけど、それは嘘だろ。でも方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわが、この仙人の装置、凡人には分かるまい。これもここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができ。善は急げ、今が決戦の時。操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。ダメなのかい。
これで元気を出しておくれ。これって戦力？この光、鉄腕の魔の時と同じ。うわぁ、ヴィンパイアの衝撃波だ。すごい。もう逃げ道はないよ。頼んだわよ。キリンの血があなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるの。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応しても使ってみるか。安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。あっ。
気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。強皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで。分かった。旅人、助力を願う。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。これで終わった。あの不吉な気配は。近畿滅却の札の力は永久では。渦の魔人でも簡単には。にご協力感謝します。皆様がここにいなかったら。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて。龍也、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で、最初は一部屋だけだったのに増築をか。彼女にとってあれは商人とし。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの。いいえ、交渉の手段として使えることか。私のためにわざわざありがとうございます。おや、3700年皆様が帝君とリーウェを守る。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少し。しかしリーウェはまだこの土地だけではなく、この都市、そして我らの守り方を疑って。そういうわけではなく、先輩方にもう一度。先輩とはな。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の。でも目が覚めるまで。強行、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは属性の七国、それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だ。仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄。まあこの都市の人々に目を向けてほしいと。皆様、この度はありがとうございました。何者だ。仙岩軍隊長アイガン。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで私は一兵士ですが、これからも全力でリーユへ。あれ、みんな元気ないね。お怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。あ、そこのお兄さん守ってくれ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか。みんな、これが今の時代。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数凡人と呼ばれた人々は無力じゃ。神とリーウェの契約は昔のことじゃ。
港にいるだけで。わらわに聞くな。さ、あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢。ああ、コーマ大勢の意図はわかるぞ。久し、私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた迷い、帰。ふん。皆がそう言うなら、だが我らが去った後。さあさ、昨月も戻るがよい。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してない。この危機、孔子が魔人を呼び寄せ危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せ、あの神の死はわからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。お二人さん、何かご用でしょうか。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼む。勝利先生は今いません。北国銀行。そういえば最後に勝利と魔人がリーユエを攻撃したことを知らないの。仕方ない、オイラだ。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、孔子。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と孔子だ。それとお前、あんたたち銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて、まあ大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。落ち着けって。黄金屋での一戦みたいなのはもうゴリゴリだぞ。11執行官のうち2人もいるんだ。戦わない方がいい。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。お前がファデューの執行官だって知った時からお前。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たち、むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ。もう何の話だ。契約は成立した。
何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が漢王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど。あげたんじゃない、契約に基づいた取引、俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リユエコは大混乱だったし水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは、渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。その時、俺は自分に何度も問いかけ、勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられ、神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備は、だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。その通り、だから今まで神の心を手元に、つまりもし取り返しがつかないことになってたら、お前、当然よ、それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだ。まさに親を失った子が急成長するかのように。今回全ての件の結末は、俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も、標人との契約を果たす使者として、俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。俺自身は凡人の勝利として、リーウェの伝統を守った。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのは、リーウェを守ってくれればいいと、仙人たちと同じ期待をしたが、このまま神に取って代わり、俺の死を利用して、リーウェイを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞいいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェも、誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。おいおい、言っていいことと悪いことがあるんだぞ神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない勝手になさい。最後に聞きたいことはないか。ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。普通に考えたら確かにないな。はあ？だが俺は契約の神。数千年間、俺は幾千万の契約を交わした。標人との取引は、俺が元神として最後に結んだ、かの氷の女皇が、一体どんな代価を支払ったかについては、お前自身の手で答えを明らかにすると。ダメだ。勝利、一体どんな契約を。契約内容を秘密にするのも。ケチンボ、
操船儀式をやるってことは噂は本元王帝君が本当にバカ野郎、元王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかな。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲でいい。静かに、聞かれたらどうする。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。ああ、ちょうど元王帝君の件もあったしな。な、元王帝君を殺したやつと魔人を解放したやつ、言われてみれば確かに。わかったぞ、きっとそいつが魔人と結託して。しかし、どんなやつなんだ今。まあいい、それよりあの戦艦軍から何かを。帝によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ちか巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実。帝君は試練に見舞われ、魂は皇天に変えられました。皆様どうか、また噂を信じ憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれな。はあ、こうも早く犯人探しを諦めるなんて、なんだかおかしいぞ。まさか元王帝君が死んでないことを知ってるのか。神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり。操船儀式はもう始め。あ、行幸と国政だ。帝君の魂は皇天に変えられた。3700年の契約がこうして灰に。私たちは幸せだった。そして神のいる地の長い夢から目覚め、さよならを覚える。契約が再び作られた後。では天柱園様のスピーチは以上です。ユウヘン様、何かお言葉はありませんか。この旅人、うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。魔界、七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、言ってみなさい。君が。では、人探しのお知らせを。あなたを仲間にしたことは最も正しい一手だったかもしれない。君ね、さっきの発言は本気？人探しのお知らせなんてうちうちに私に言えばよかったのに。会場の整理、観客の管理、書面記録、
王帝君に会えないと思ってるぞ。なんで当時3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月圏の旅…嘘はやめろよな、勝利。三倍酔いならまだ信じるけど、新月圏はお茶も有料なんだぞ。ほんと…言われてみれば、確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし、勝利になることを選んだから、お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、うん、道理で勝利が値段を見ないのは。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他に、いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとはこの勝利としての俺も、お前と共にリーウェにいた記憶を大事にする。ああ、ただどんな旅でも、うん、オイラたちもそろそろ。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように。うん、確かライデンだった。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いた。勝利、お前はリーウェの岩王帝君だし。それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし、人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば、それが神の目。神に認められし者が得られる。しかし去年、ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると。うわ、風神は自由の神、眼神は契約の神、そしてライデン将軍は永久を追求する神。それに七神で最も古い俺も言ったこと。メガリレーを発表した時、きっと彼女、七神が求む七つの理念の中で。さて、他に知りたいことは？そういえば七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも、魔人を出したのも、行幸がこの剣をネタにしたせいで、ファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければ、きっとスネージナヤの外交官たちは公使のせいにして彼を。さて、他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは確かにな。あ、七星だけでなく連絡の方法。ああ、さて、他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。国政の言葉だ。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七星。よく考えると最初に奪権を言い。さて、他に知りたいことは？そうだ、今神の心を持ってないんだろ。テイワットのモラはど、モラクスの死によってモラは消える。それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局。現存のモラは消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは。うわぁ、これからモラがなくなるぞ。確かに大事件だ。いい、
こういう難しい問題は。じゃあさ、勝利は…へそくり？ふん。しかし…しかし？しかし忘れていた。さて、他に知りたいことは？では、鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな。さて、他に知りたいことは？では、